チャオ、皆さんこんにちは。ユニオンクリップイタリアメンバーの中毛と申します。よろしくお願いします。かなり久々の動画出演になるんですけど、今日は100の質問にこちらコーヒーをいただきながら答えていきたいと思います。ちなみにこちらは私のお気に入りのイリーコーヒーです。普通のコーヒーの粉と違ってまろやかな味がする気がします。5ユーロで高いので大事にいただいてます。では早速質問始めていきます。名前は中毛です。職業は主婦です。どの国に住んでいますか？イタリアの北の方に住んでいます。ベネチアから車で1時間半ぐらいのところです。その国のいいところはご飯が美味しい、景色が綺麗と、みんないい意味でおせっかいでいろいろ助けてくれるところ。嫌なところ、たまにちょっとね適当なところがあります。ちょっとね、今年で何年目？1年目です。現地のお気に入り料理はペンネアラビアータ、大好きです。思わず穴に入りたくなった赤っ端エピソードを一つ、イタリア語でせーのっておっぱいっていう意味があるんですけど、せーの、あの物を持ち上げるときによくせーの言ってしまって、それでめっちゃ見られるっていうのがよくあります。思わず泣きたくなった出来事は、ホームシック中にジブリの映画を見て泣きたくなりました。イタリアに住んでよかったと思ったことは、ご飯が美味しい、こんなことはイタリアでしかできない、イタリアのご当地ワインを日本より安い価格でいただけることだと思います。日本でしかできないと思ったことは、物を持ち上げるときにせーのっていうこと。現地の人に言われショックだった言葉、今のところはないです。イタリアで学んだこと、コミュニケーション能力。最大のカルチャーショックはヨーロッパ共通だと思うんですけど、トイレの横にいつもビデがあるんですね。初めて見た時はちょっとびっくりしました。子供のお風呂かなと思ってました。イタリアに住んで自分は変わった？変わりましたね。日本に住んでる時と海外に住む時のできないことできることがあると思うんですけど、できない自分を許すことができるようになりました。何カ国語喋れますか？日本語、英語と、スペイン語、イタリア語を勉強中です。どこで習得しましたか？英語は日本にいた時の職場である程度使えるようになりました。言葉が通じない時の対処法はジェスチャーか Google 翻訳。イタリアの言葉と意味を教えてください。去年のコロナ禍始まって言われるようになった言葉があるんですけど、アンドゥラ、アンドゥラトゥットベーネ、アンドゥラトゥットベーネ、なんとかなるさっていう意味ですね。沖縄で言うなんからないさみたいな。日本人と会う機会ある？少しあります。日本のテレビって見る？見ないです。私が知ってる範囲での日本の最新情報、コロナワクチンの高齢者投与が始まった。好きな日本料理、天ぷら。近所に日本のお店ある？寿司屋が点々とあります。現地のお店と日本のお店どっちの方がよく行く？現地のお店が多いです。パスタ屋さんとかよく行きます。帰国したらどこに行きたい？猫カフェ、癒されたい。現地の国に住むことになったきっかけは、夫の仕事の転勤です。海外に住むことになった時の気持ちは、ワクワクする気持ちと不安が両方ありました。不安だったことは、今まで一度も海外に住んだことがなかったので、文化的な適応ができるかどうかっていうのがちょっと心配でした。事前の予想と実際に住んでみてどうだった？イタリアの人はみんなフェラーリとか乗ってるのかなって思ったんですけど、そうでもなかったですね。実際に住んで困ったことは、イタリア語、しまった、あれ持ってくればよかった、それは何？日本語表記でのイタリア語の本。一応持ってきたけどいらなかったものは、除湿機です。もともとここの空気が乾燥しているので全然使う機会がないですね。海外に住む前に日本でしておくべきだったこと、
知識でも趣味でも何でもいいので、日本についてのことを一つだけでもやっておくべきだなと思いました。友達が海外に住むことになったらどんなアドバイスを？笑顔で挨拶。一時帰国は楽しみ。それは何で？楽しみです。日本の食べ物とか家族友達に会いたいからです。今住んでる国での永住を考えている？考えていません。今一番したいことはイタリアのビーチにまだ行ったことないので行ってみたいです。今切実に欲しいものは？包丁研ぎ。100均に売っている魚の形をした包丁研ぎがすごく便利で、今あれが切実に欲しいです。小学生のうちから英語を勉強した方がいい？勉強した方がいいと思います。視野とか選択肢がだいぶ広まると思います。英語以外なら何語を勉強したらいい？自分の得意分野に合わせて好きな言語を勉強したらいいかなと思います。次に違う国に住むならスペイン。とはいえ今の国が一番いい？イタリアもすごく好きです。今まで何回ぐらい海外旅行した？ 1、2、6。 これまでに海外旅行した国は？台湾、アメリカ、イタリア、スペイン、ロンドンです。海外旅行は何泊何日が多い？1週間ぐらい。一番長かったのは何泊何日？2週間。一番短かったのは何泊何日？2泊3日。暑い国と寒い国どちらが得意？暑い国です。海外旅行で一番楽しかった国は？スペイン。その国に海外旅行しようと思った理由は？レゲトンとかスペイン語の曲が好きなので興味がありました。その国に海外旅行したのはいつ？3年前です。その国に海外旅行する前の印象は？パエリアが美味しい。海外旅行の後で印象は変わった？周りの人がとてもフレンドリーで、気候がとっても爽やか。旅費はいくらぐらいかかった？10万ちょいぐらいです。どんな持ち物を用意した？動きやすい格好、クラブに行ったりする用の格好だったり、ドレスコード1着ずつ持っていきました。用意したけど持っていかなかったものは？生理用品というか忘れました。財布にはいくら入れていった？100ユーロいかないぐらい。飛行機好きです。どこの航空会社が好き？こだわりは特にありません。エコノミーのこと好きな座席はどのあたり？真ん中以外。機内で何してる？映画見たり携帯でゲームしたりしてます。ありません。荷物はちゃんとピックアップできました？特に問題なかったです。海外旅行は個人手配、ツアー旅行、どっちもやったことがあります。ツアー旅行にした理由は？有名な場所とか見ておくべきところがすでにピックアップされているので、見て回りやすい。グループになって行動するので、なんだろう、トラブルに遭う心配が比較的少ないのかなと思います。滞在先はホテル派、ドリトリー派、ホステル派？どっちも行けます。ホテルを選ぶ時の基準は？安さ。強いて言うなら清潔さ。その国で訪れた観光地は？サグラダファミリア、あとグエル公園。一番良かった観光地は？やっぱりサグラダファミリアですかね。ずっと行きたかったところだったのでとっても感動しました。その観光地はどんなところ？世界的に有名な建築家ガウディが設計した建物、1880年から着工されて未だに完成していない教会。その観光地にこれから行く人へのアドバイスは？今はコロナの影響で臨時休業してるんですけど、もし行けるようになった時は日曜日は休みなので避けた方がいいです。この国の気候はどうだった？7月ぐらいに行ったんですけど、暑すぎず寒すぎず爽やかでした。その国の街並みはどうだった？すごくヨーロッパな雰囲気を持つ建物もあれば、ビーチもあるので南国にいるような気分も味わえるようなところでした。街並みで印象的だったことは？縦横だったり直線で道がちゃんと作られているところが印象的でした。その国の人はどうだった？とにかく人が気さくで話しやすかったです。どんな交流があった？買い物に行った時にレジでおしゃべりちょこっとやったり、おばさまに話しかけられることが多かったです。食事はどうだった？美味しかったです。とっても美味しかったです。店でどんな買い物をした？当時行った時が夏だったので、夏っぽいワンピースだったり、色がとっても鮮やかなお皿を買ったりしました。旅行中何を一番恐れている？スリ。旅行中に何かトラブルはあった？トラブルっていうほど大事でもないんですけど、物売りしてる人に結構よく捕まってました。
途中から断り方を覚えて、もういらないときはノーっていう風に言えるようにだんだんなっていきました。その国で一番楽しかったことといえば、ホテルで自転車を借りることができたので、いろいろ回ったりローカルなスーパーに行ったりが楽しかったです。その国で一番苦労したことといえば、その時は特にありませんでした。その国にまた海外旅行したい？はい、したいです。その国に海外旅行したらこれだけは食べておくべきという料理は？やっぱりパエリア。あとサングリアも美味しかったです。その国に海外旅行したらこれだけは気をつけるということは？日本にいる時以上に警戒心を持ってた方がいいと思います。帰国して真っ先にしたことは？爆睡しました。海外旅行の醍醐味って、日本とは違うものに接して刺激をもらうことができるので、新しい価値観を得るのに素敵な機会だなって思います。旅行先を選ぶ基準は自分がワクワクするところ。これから海外旅行をしてみたい国は、クロアチアに行ってみたいです。その国のイメージは、イタリア人が夏によく遊びに行くところ、避暑地。海外旅行の情報をどうやっている？海外旅行よく行く人のインスタ投稿だったり、 YouTube であと調べたりしてます。海外旅行のチケットをどうやって購入する？インターネットで購入してます。海外旅行の初心者へのアドバイスは？現地のちょっとした挨拶とかでも覚えておくだけでだいぶ充実感が違ってきます。あとは楽しんだもん勝ち。あなたにとって海外旅行とは？学びもあり楽しさもあり。海外は好き？はい、好きです。はい、これで100個の質問が以上になります。かなり多かったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございます。少しでも私のことを知っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。Right for us.